おろこんにちはというところでね、ワイルドリフトパッチ 4.4 が来ましたというところで、なんかまあ割とね、まあ目白ですよ。はい、なんでちょっと見ていきたいと思いますというところなんですけど、まあ今回気になるところで言うと、まあフィドルが来るっていうのと、まあアイテム調整が一番、まあほぼアイテム調整しかないんで今回、まあアイテム調整っていうところで、まあ何がいいのかっていうところを簡単に説明できればなと思ってます。で、自分が気になってるアイテムとしたら、まあ、新しく追加されたシャッタードクイーンクラウンっていうのと、あと相手のバリアを削減する AP アイテムっていうのが出ましたんで、まあそこですかね。あと、まあまあ削除されたアイテムってもあるんで、まあ、簡単に見ていけたらなと思ってます。はい、まずですけれども、ニューチャンピオンフィドルスティックスが来ますと。で、フィドルスティックスってどんなキャラっていうと、持っているのがなんか鎌みたいな、こう、かかし見たら分かると、こういう鎌持ってるんですけど、こういう鎌で、えいってサイレンス与えるっていうのと、えいってこう、フィア入れるっていうのと、あと、なんか、相手の、なんか、こう、鶴みたいなのをひっつけて吸収っていうのと、アルティメットが、フラッシュみたいな移動して、ピュンって。で、範囲、フィアプラス大ダメージみたいな。っていう円を出すキャラクターで、まあ、なんでこいつっていうどういうキャラかっていうと、なんかもうアサシンじゃないですけど、なんかもうね、ドーンっていくキャラですよ、それに。はいっていうところで、まあフィドルの強いところで言うと、こう見えない位置からこう一気にドンっていくのが強いんですよ。だからドラゴンファイトとかドラゴンピットの見えないところから急にバーンって出てきたりして、クソ強いですよっていうキャラクターになってます。ジャングルキャラクターです。はい、でまあこの辺はまあいいでしょうっていうところと、まあ、あと移動速度の調整、まあ5されてますと。で、まあ340が345になったんで、まあ68分の1、まあ増えてるんですけど、なんか気持ち早いなっていう気はします。わかんないですけど。っていうのと、あと、詠唱時間開始の調整というところで、なんか一部の明治チャンピオンは成長してスキルヘイストを増加することで、スキル詠唱前の指導時間が短縮されるようになりましたーっていうところがあります。はい。で、ちょっと見ますか。まあ、ちょっとこう、いろいろあるんですけど、まあ、ジグスでも簡単に見ましょう。はい。まず、スキルヘイストない段階でね、こういう感じです。こういう感じです。皆さん覚えてくださいね、この速度。この速度覚えてください、この速度。覚えました？覚えました？いきますよ。じゃあ、簡単にこう、じゃあ、スキルヘイストどんどん積みました。はい。まあ、こんなもんでいいか。コズミックでももう積んどくか。もうこれでもかなりスキルヘイスト。はい。はい。はい。ちょっと早いかな。ちょっと早いかなぐらい。あとね、こう、敵見えてるじゃん。こう、見えてる時にこう、適当に押したら、まあ、まあ、大抵こう、円の、あれで当たるかなっていう調整がされてるたんすかね、確か。なんで、まあ、こう、この辺かなって、こうやって視界取ると、あとは適当にこうやって押しとけば、まあ、ガレンは、まあ、ボコせますよっていうのが、はい、調整となっております。はい。はい、で、続きまして、移動時の詠唱の調整。これいいんじゃないですかね。なんかこう、一瞬止まってたっていうのがなくなります。はい。はい、で、配信アイテム、シャッタードクイーンクラウン。で、これどういうアイテムかっていうと、アサシンに対して、明治がカウンターするというか、いうアイテムね。防御アイテムみたいなもんですね。で、まあ、うん。で、ちょっと弱い、あの、ルーレンコみたいな、やつから、これですね。次に敵から受けるスキルをブロックするスペルシールドを獲得する。これ最強ですね。で、シールドが破壊されると 1.5 秒間受けるダメージを 70% 軽減するっていうのが、まあ、これがめちゃめちゃ強いです。だからフィズとかが対面に来た時にこれを積んであげると、フィズのアルティメットも防げますし、まあ、その後のダメージっていうのもなくなりますので、はい、かなりね、明治はいいかなというアイテムになっております。はい、でもう一個、ケミパンクチェーンソード。まあこれあんまり積まないかな。なんかブラッククリーバーみたいなテンションで、なんか阻害いけますよっていうアイテムですね。昔だと、こう、本家だとね、バイが初手で積んだりみたいな。っていうのが、まあ値段が安いっていうのと、まあ体力、攻撃力、スキルヘイストっていう、こう全部もらえるっていうので、まだ阻害もいけるよっていうアイテムになってます。はい、で、ヘックスティックオルタナ、これね、これって結構序盤の強さの補填みたいなアイテムで、結構こう、強いアイテムなんですけど、これいけんのが、ヘックスティックオルタネタがいけるのが、リフトメーカーとシャッタードクイーンクラウンなんで、それ、素材が微妙いかなっていう感じですね。まあ、序盤に対して、こう、序盤積むと、こう、デカダメージ与えるんで強いですよってアイテムになってます。マグニティックブラスターっていう、はい、これ、おもろいです。ラピッドファイアキャノンと支部がなくなった代わりになんとマグニティックブラスターが追加されましたというところで、よくわからないんですけど、これ。まあ、どっちもあるよってやつですね。射程が増えてビリビリもある。まあ、誰で積むのがいいかっていうと、まあ、ジーンとか、まあ、ジーン、
ジーン・ケイト・トリスとかかながいいのかなと思います。でメジャーイソールスティーラー、これもねめちゃくちゃ面白いアイテムになってまして、これ1500円で作れて、まあ最低限のスタッツがもらえるっていうのと、あとこれスタック敵を倒すとこうスタックがもらえるんですね。これ遠隔チャンピオンだと4、2みたいな、近接チャンピオンだとキルは3スタック、アシストで2スタックっていうので、で負けると10スタック失っちゃうんですけど、最大30スタックまであって、そうなると1スタックごとに魔力が5増加するんで150、さらに移動速度 30% 増加なんで、1500円で体力100、魔力180、魔法防御関数 7% で移動速度 30% っていう、もうぶっ壊れアイテムになるんですけど、なかなか積みにくいと。本当に、まあ、まあ、あと積みにくい点が1個あって、これ本家だと、この1個手前の素材があるんですけど、それがないんで、これ1から貯めていかないといけないっていうところで、まあ、積むとしたら、まあ、サポートとか、サポートカルマとかも積んでもいいかなと思うんですけど、まあ、あと、まあ、モルガナとかジグスも、まあ、なしじゃないかなっていう、まあ、死ににくい遠距離からやれるやつか、まあ、あとめっちゃ育ったアサシンが持つのが強いアイテムになってます。はい、で、続きまして、オケアのストライデント。はい、これは、AP の、さっき言ったやつ、最初に言ったやつなんですけど、AP の、相手のシールドの耐久値を下げると。敵チャンピオンにスキルでダメージを与えると、3秒間対象が獲得する、あらゆるシールドの耐久値を低下させる。これなんですね。なかなか上限 60% ですよ。なんでやっぱこうガゴストとか積むのも多いと思うんで、これ結構ね、まあサポートで積んでもいいと思いますし、なんならまあね、サポートカルマとかモルガナとかで積んであげてばらまくだけでも結構強いかなという気がしてます。まあ、AP で積むってなったらちょっとね、何を消すのかっていうところで、まあまあな、全然なしじゃないアイテムかなと思います。はい、で典型のはこれ C の素材です。はいで波打つ鱗、知らん、敵チャンピオンと、ね、ナサスで積んであげてナサスタイムの時に。はい、でアイテムバランス調整で、まあ基本的にアイテムのバランス調整って AP アイテムに魔法防御貫通がついたって覚えばいいと思います。まあ、あと素材が変わったよぐらい、まあだからそんなに重要じゃないかな。まあ BF ソードが派生できるようになりましたよとか、なんかあのアイテムのあれが変わりましたよってぐらいなんですけど、でもその中でもブラッドサースター変わってます。でブラッドサースターはバリアをもらえる代わりに体力が 50% 以上の時に、AD とかが増加するアイテムになってますので、はい、なかなか強いアイテムかなと思います。でコズミックも増えた、リフト、まあ リフレクターとかのこの辺の調整よくわからんで、デスダンスがミニオンでもミニオンとかダメージ受けてもリコールできるようになりましたよって、これいいですね。でデッドマンとかが波打つ廊下の素材になりましたよ。でナイトエッジとかもリスピ変わった、ハーモニックエクコーも変わった、悲壮な仮面が安くなりました。でヘクストリンガーで、ヘクストリンガーからこれ大事なのはライフラインがなくなりましたっていうのと、さらにマルモティウスの素材がヘクストリンガー2本になりました。面白いまあなんでこうヘクス単積みとかができなくなったんで、まあちゃんとマルモまで行かないといけないんですけど、でもこれねマルモが結構ね、マルモも変わってて、ちょ先にマルモ、まあまあまあマルモティウスがこれまあ、ちょっと高くなった代わりに AD 増えましたっていうのと、ライフラインと性の執着が消えてデーモンペイン、自分が与えたダメージを 20% が魔法シールドに変換される。でさらにこのシールドは60から400ダメージを防ぐと。まあね、前の方がもしかしたら強かったかもねっていうなんちゃってっつって、はい、感じになってます。でホライゾンフォーカスも 7%、 ハルブレイカーが高くなった。でオーブ、まあこの辺はいいでしょう。まあ、ちょっと変わりましたよってアイテムですよ。特に変わりませんよ。腕っこも生えつきました。なんでね、これ全体的にこんだけ魔法防御貫通なんか増えたら、まあそれは AP のキャラ強いんじゃねとは俺も思ってますよ。ダイアナとかでアサシンしたいし、オリアナで爆発させたいし、ジグスでダメージめちゃくちゃ出したいし、なんならウルトでワンパンしたい。はい。で、まあモルガナでね、もうちょっと AP でちょっとやりたいなっていう感じはありますね。はい、であと重症系がなんか40から60だっていう、その体力が減るとっていうのがもう均一で50になりました。はい、うん、で、まあ、この辺も飛ばしますよ、ちょっと、はいはい、飛ばします。でドゥンラバデスキャップが安くなりました。2900円だったかな、500円ぐらい安くなったのかな。でその代わり魔力が減って、でプラスなんかこう2個目に積んでもそんな強くないアイテムになっちゃったんですね。3400円でした。すいません。全然安くなってないです。全然安くなってないの。
それはだって俺が多分ゾウマの書持ってたからだろうね、それは。なんで、こう3コアとかに積むのが強いかなって個人的には思ってます。はい。でリカーブ棒があと500円高くなった代わりに、なんか通常攻撃に追加物理ダメージ当たるようになりました。はい。でリフトメーカー、まあこの辺素材変わったぐらいでしょ。でルナハリ、これ意味わかんないんですけど、クリティカルなくなって、攻撃力が増えます。30または60で、しかも通常攻撃後で15の物理ダメージ。これね、まあ、クリットがない代わりに、まあ、攻撃力もらえるし、ちょっとおもろいかなっていう、まあ、何に積もうっていうのは、まあ、まあこれしかも元々の派生していくっていうのはあるんで、全然まあちょっと積んでみようかなと。これちょっとまだ試せてないんで やりたいなと思ってます。普通にね攻撃力もらえるんで。はい。で、毒蛇ってなんかもともと、なんかよう忘れちゃった。まあ、毒蛇も、バリアなくしますよってやつですね。はい。で、ステラックのコテはなんかよくわかんないですけど、このシールド現象でゼロにならないようにみたいな、ちょっとよくわかんない調整で、ちょっと自分もわかんないんでコメント欄書いておいてください。で、ソンメも、なんかはい、60。あ、ソンメ 60! あ、60% か、重症。あ、で、削除されたアイテムが、バンシーベル、ドミニク、ラピッドアレクス、サニックシブ、ボイドアメジスト、ボイドスタッフ。ボイドスタッフがもうなくなった代わりに全部の魔法防御貫通ついてるんで、はい、おもろいなと。ボイドの枠が他のアイテムになりますっていうのが、はい、あれでした。で、あと、貫通クリティカルがなくなりました。で、ルーンの調整はないか。あ、で、ルーンの、そう、試合後にルーンのデータを見れるようになってるんで、こう自分でやりながら、この試合どれぐらいだったかなみたいな、ちょっとビルド、ルーンの研究もしやすくなったかなと思います。あと、ファーストストライクで何円稼いだか、一目で分かるようになります。で、はい、ドラゴンソウル。で、これ3つを連続でキルすると、追加効果です。だから3つドラゴントンドがマジで強いから、1個目にヘラルド行くっていうのが、ちょっとね、こう、天秤というか、かけられるようになりました。で、どんなのかっていうと、インファーナルドラゴンソウルだと思う敵が爆発します。もう敵殴ったらボーンって、まあ嘘ですけど、まあ AOE ダメージになるプラス、まあちょっとダメージ増えますよっていうのと、でマウンテンドラゴンソウルはもうすごいシールドもらえます。耐久力210のシールドもらえる。オーシャンが敵チャンピオンに攻撃またスキルダメージ与えると回復します。でアイスドラゴンソウル、スロー効果、まあなんかあれですかね、ねアイテムなんでしたっけ、アイスモンガントリットみたいになるのかな。はい。で、チャンピオン、タワーへのダメージは、あ、わからん。で、あと、ゴーストポロ、途中で湧いてくるゴーストポロが、3回殴ったら、10円もらえて、なくなります。なんで、相手のね、ジャングルに潜むなんていうのもできるかなと。はい。で、ヒールは、なんか変わったかな。ヒールがバフサイズなのかな。ヒールがバフですね。その代わりにあれか、味方チャンピオンには 100% 増加するがないのか。はい。デスマイト調子良くなりましたよと。で、リフトヘラルドもネクサスにダメージ当たることなんてないんで、はい、特にないです。はい。はい、以上になりますというところで、まあ、ADC で変わった点っていうのだと、まあ、ルナハリと、まあ、あと、なんかかっこいいやつね。で、また、貫通モータルリマインで行かないといけなくなったっていうのと、なんかかっこいいアイテムが追加されたよっていうのと、ブラッドサースターが、AD 増加アイテムになりましたよか。何でしたっけ、マグネティックブラスターだ。まあ、これね、どうなんだろうね。そんな強いか分かんないけど。でも、AP 系はだいぶ変わってるんで、はい。まあ、敵優しにいるときとかは、まあ、ありかな、シャッタードクイーンクラウンを選択するのがありなのかなと。まあ、あとね、ジャングル AP とかで、まあ、ダイアナとかでね、積んでも、まあ、おもろいですけどね。まあ、ダメージの代わりに、こう、防御力を獲得するっていう感じなんで、そこはまあいい塩梅でやってみてください。ぐらいかな。まあちょっとなんか、アイテム調整されまくって、ちょっとやんないとわかんないとこもあるんですけど、まあ自分もプレイ動画どんどん出していくんで、よかったら参考にこれから毎日動画見てやってください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。